マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日は第39期宝泉 A1 リーグ第10節 A 卓の対局をお届けしてまいります。実況は私フラッシュ高志が、そして本日の解説には現法医佐々木久人プロにお越しいただきました。久さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。はい、まずはこの方です。現在トータルポイントマイナス 6.7 ポイント第6位、勝俣健二。続きましてトータルポイントプラス 91.5 ポイント第2位、前田直也。続きましてトータルポイントマイナス 36.5 ポイント第8位、黒沢沙紀。最後にトータルポイントマイナス 78.4 ポイント第11位、杉浦寛介。以上の4名によって本日の対局が行われます。では9節終了時の成績表をご覧いただきましょう。はい、本日は第2位の前田、6位の勝俣、8位の黒沢、11位の杉浦というメンバーです。久さん、今日の見どころはどういったところでしょうか。はい、残り、ね、4節になってきまして、はい、皆さんそれぞれ目標も、ある程度しっかりしてきてるんじゃないかと思うんで、はい、さっき杉浦さんとお話ししたらね、はい、やっぱり中委託、うんうんうん、ね、高級もかかってますから、はい、そこを目指して打ちますみたいなことで、で、前田さん、勝俣さんは本当にまだね、決定戦圏内だと思いますから、はい、どうやって数字伸ばすか。で、黒沢さんも今日プラスすると、はい、本当決定戦狙えることになってくるので、うん、そうなんですよね。はい、はい、それも期待して見ていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、では対局の準備整ったようです。第39期宝泉 A1 リーグ第10節 A 卓1回戦投牌の開始です。お願いします。本日の立会人は山田博之が務めます。立会人山田の合図で1回戦が開始されました。改めまして1回戦はちいちゃから勝俣、前田、黒沢、杉浦という並びです。本一局ドラは白。さあ、久さん、改めてよろしくお願いいたします。さあ、まずはこれはやばいで、やばいですよ。ドラドラトントン、はい、白がドラです。ドラドラトントン、マンズの本一まであるかもというような、あれれれれ、前田もいいですね。これ9万切れば全部単野を牌でもメンツはないか。あ、黒沢いいじゃないですか、2メンツでもトンと白浮いてますよ。そう、ね、トンは出ていくかな。順番ですね、黒沢は相当順切りですよ。あ、順切り、だから初から切って、うん、トン切って白切るっていう手順にはなると思いますが、じゃあ勝俣さん結構大チャンスですね。はい、前田もただ3面ちゃんができるローピンを引きました。これでやはり初から知っている俺、うん、そうね、はい、さすが、ありがとうございます。でも次トンですからね、行って進むと、うん、あ、パーマンから行きましたよ。さあ勝俣大チャンス、うーん、ローピン、ローピンと引いてパワーポンされましたね。そうか、となるとローマンチーマンもありますよね。二刺しになることがあるかどうかだけど、はい、まあ、なんかゴニャゴニャしてなるかもしれない。チュン、これはチュンからです。ピンフの形も見えてきますしてもね、はい、横に伸びるとトンが打たれちゃいそうだけどな。いやー、本当ですね、もうあと1回進んだ時に来ましたね。ツモがすごい、ローピン、ローピン、スーマン、いいじゃんって。これでトンでもおかしくないけど、いいピン、なんと黒沢、やっぱりパーワンポンがやっぱりね、うん、気持ち悪いということでしょうか。はい、ドラが吐くですからね、うん、勝俣がいきなりパーワンポンして単野を伸びってことはないですよね。電波ですね、これは。あら、ウソ、有効杯しか引きません、前田。ウッパーピン振り返ると単野をピンフイペイコーなんで、そこでリーチ打つかな。はい、うん、はい、リャンウソはね、これ勝俣から次にでも打たれておかしくない。さあ、黒沢がトンハクを抑えると勝俣が非常に厳しい。まあ、でもこれもいいですね、落ち着いてますね。本当ですね、両方 ね、両方は打っていけないってことですね、はい、トンハクも、まあ、ハクを重ねるか、うん、トンが切れた時にだけ前に出ようと、はい、このスーストでリャンカンできましたね。となると勝俣はハクが山になく、トンが1枚だけ、しかもまだいいシャンテン。
前田さんもトーンは止まらないかな。いやー切りますよね、うん、トーンは切りますよ。その時にどっち受けるかもありますけど、はい、あこれはつもぎってもおかしくないですよ。うーん、ローソーの方ですよね。前田がトン切ったらポンして、うん、勝又はどっちもありそうですけどね。まあ高い方に受けそうではありますけどね。100で上がれば1万8000ですからね。そこまでなんか3層もね、うん、いいというわけではないと思うので、はい、シャンポンに受けますか。いやー、嘘は結構残ってますね。1,2,3,4 手牌4枚ステーなし、うん、山に4枚です。まあゴロッチも見えてきますけど、やっぱり白が ね、 そうですね、打ち切れませんので、はい、トンですよ。これ切りますよ、さすがに。うん、ここまでは行くけど、うん、どっちだ勝又。ああこれはリャンソーの方だ。さ、まあ自身の捨て牌も合わせてか、うん、そうですね、ローソー切ってますからね。そう、全部切っていったように見て、はい、白での上がりはないと踏みました、はいはい、勝又実際山にはありませんでした、ここは前田が上がりきって単野をピンフ2000点。いやー、まずはね、決定戦圏内2位の前田が上がって親番となります。さあ前田の親番トン2局です。ドラはパーソー。単位計で、はい、まあ、とりあえず手の進むままって感じですね。黒沢さんは第一もトンですから、一気にピンズの方に行きたいかな、はい、勝又はソーズの本位でしょうね。ドラも持ってるんで、うん、で仕掛けもありそうですね、はい、まあ、これは一気にいきますね、はい、いきますよ。黒沢さんタイプ的にあんまりトーンどうですか、一泣きしなそうな。いや、しないです、間違いなくしないですね、はい、言い切ってもいいですよこれは、うん、矢上勝松さんは初も泣けそうだし、はい、うん、何からも仕掛けることがありそうですね。ことあるかもしれないですよ。ソーズ6778は結構強いね、持ち方ですね、はい、ドラの用事は持ってるんで2枚、うん、小さい2枚持ってます、うん、あそこ2面つ全然計算できます、うん、ペー本当4トイツですか、5と1か、本中いいシャンテンですか。こうなるときにね、泣きの判断っていうのはこう難しいんですけど、泣いていきました。チーソー、これでもマンズにも見えなくないですね。はい、白の後にチーソー、まあドラ表ですからね、はい、なんかこれだけポツンと持ってたよっていうようなチーソーにも見えます。久さんもやはりこういう手配はいいシャンテンでしたけど、はい、ポンしていきますか。なんかタイミング的に泣きそうな感じしますよね。泣きそうなタイミング、はいはい、初が出るタイミングですね、はいはい、おお、満足を残して、はい、これね3層の受け入れなくなっちゃいますけどね、うんうんうん、でもね、はい、やっぱり暗層の泣きやすさ、満足に向かってるんじゃないかってね、はい、して、さあ、あとは南平ですね。南平暗層全部あるな。こういうシャンポン系が多い形ってね、やっぱり出上がりちょっと期待したいじゃないですか、はい、こういうイーソー切りとか、はい、今効きますよね、はい、これでローマンが出てきて、あれマンズの本一テンパったんじゃないかっていうふうには見えますよね。さあ前田単品ドラ単用ドラドラのいいじゃんって、トンアンコにしましたよ。またの南平が4枚山に残っています、うん、やっぱり総数はね、あ、ポンテンですね。これはパーマンポンテンの前田、はい、黒沢さんもローソーをね切ってるぐらいだから、全然総数の本質には見えない、はい、見えてないですね。むしろマンズがちょっと怖いところなんじゃないか。さあリャンウソーの天敗、杉浦イーマンアンコにしてアンコ2つ目ゴシャを打っていく。
ローワンローワンと見せないのもね、やっぱり、あらららら、短期にするかな、数層切って酸素短期か、5800と11600、倍違います。ただあうーん、そういった、久さんは短期派ですか。短期派です。うん、ただ前田さん得点状況もありますからね。はい、前田はね、あのめちゃめちゃこう打点が欲しいっていうわけではないですよね。だから今どっちがすぐ上がれるかっつったら、そっちの方やんだって、ラウンドの方が早いだろうと。うん、黒沢総座も1枚も持ってなさそうです。天敗だ、これもあるぞ。ペイが2枚、リャンソーはかなり狙い目ですからね。リャンソーも2枚あります。勝又シャンポン6枚全部山にあったんですね。ただウーソーは打っちゃうな多分な。ウーソードラがパーソーですからね。さあ黒沢シャーをポンして、黒沢も天敗だ。イーピン短期、イーピンの方が馬強はいいか。順一切れでしたけど、ね、あペーでしたよ。うん、これ勝又がね、イーピン、シャーのポンがなければ勝又が上がっていたかもしれない。うん、リャンソーもたっぷりありますよ。リャンソー2枚にウーソーが3枚もある。あ、パーピン、キューピンか、買いますね。はい、いや、みんな上がり目があるから。ありますよ。勘介くんだけ、うん、これペンも使ってますからね。うん、今のトイトとして回っていく。ローピン怖いところ。これは今ローピンが通りましたが、黒沢がイーシャンテンだった時にどうかというまですが、ローピン、はい、ローピンですね。はい、これ黒沢はね、なんちゃですから、まあ、ピンズの本一だろうなと。うん、そうですね。はい、シャーをポンして、チュン、イーピンと出てきました。うん、嘘だ。おお、これはさすが勝又。ペーでも満貫だしか。5200ありますもんね、それ。ペーで満貫ですけど、リャンソー5200ですよ。うん、ただ、まあ、通ってる方ですか。まあ、前田さんがポン点だと、まあね、はい、ドラのパーソー切りで。かなりじゃあ残りの受けなんだってことですね、多分ね。リアムソンも危ないですもんね、はい、確かに。さあこれパーマンは勘です。かもしなかった。いや、まあ勘しても天パネはね、臨車で積もった時にぐらいですもんね。うん、勘しないんだ。なんかすごい駆け引きが行われてますね。もうチーピンも危ないけど、うん、ギリギリすり抜けていく。あ、キューピンだ。これは止まんないな。これはいくら前田でも止まらない。リンシャンパイが気になる。酸素タンキ上がってたかな。酸素タンキ黒沢から出てたかもしれない。出てましたね、多分。出てたね。うん、黒沢の上がりはトン本一5200。いや、見応えある一局でしたね。まず勝又のねパーソー切りですよ。はいはい、いや、あんな嘘打つやついるんとか言いそうですけどいや、でもね、なかなかね、そうね、前田さんがやっぱさばき手に見えたと思うんですけど、ドラ切りで。はい、はい、あとはね、前田の選択も難しかったが、うん、黒沢が追いつきましたよ。し残り、はい、まあ、かあの2800しか変わらないからね、安めで上がったとしても。さあトンの3局、黒沢のエヴァンドラはいそう。前田さん答えますよ。いやー、そうですね、久さんをね短期にして、うん、そうですから、ね、はい、まあ、ただあれやっぱり勝間さんのあれじゃない、うん、顔の作り方がうまかったから、そうですね、ヤンソーに受けたかったんじゃないかなと思いますね。そうそう、だとは分からないですからね。さあここまでちょっとね、点数的には3万点持っているんですけど、あまり出番がないのが杉浦です。なんかこういうのは別に悪いと思わないんじゃないですか、点数減ってないから。つもつもで来られるとねきついですけど、うん、さあ黒沢早くもいいシャンテンです。これは4と1、まあ、想像の息通過に行きたいんですかね。うん、馬切り、勝又はメンツがない。そして前田はトンガと1、ドラメンツがありますが、やはり黒沢が先手を取れそうですね。さらに手広くなる。
利用系を目指して、うん、おいいそうですよ。ウーピンですか、はい、シンプルにいきます。うん、ちゃんとペンチースを引いて自敗ペーチャですね。ペーチャ、おお、ここはペーもチュンも打たない。ヤクヤクチャンタードライチ、うん、構想、構想ですね、はい、勝又もローマン先に打って自敗温存していきます。全敗奥持ってね、はい、ここでチュンを打っていく。9万は9万が2枚切れるんだからちょっと伸びづらいということですね。黒沢さんは6級ピンになるのが一番ベストですね、はい、30目のチーピン切り、うん、うん、そうですね、生かして、あーチュン切ったらチュン、うん、痛い。あーピン、これはピンフもつくし、これはリーチで文句なしだ。黒沢先生リーチは6級ピンめちゃめちゃあるぞ。これ6山言いましたもんね、はい。ドラもいいそう。でも、まあ、チーピンがバタバタって切られるケースもありますね。ありますね、はい、いや杉浦は筋のいいマンで回る。その後も安全牌のチューンを使うローピン。いや前田ドラドラなんですけど、ここは現物のいいピン、いいピンと、ローピン杉浦にも流れていきます。前田追いつくか、あーチュンチュンチュンと痛いね、痛い、はい、さあ杉浦、あーこれはねチーピンの壁を頼りに、壁というか30目のチーピンを頼りに切っていきましたね。パーピン、パーピンもう一回切ってローピンが浮くような形ですね。まあただ9ピンは打たれるかもしれないけどローピンはね、そうですね、ま、サブローピンが全然、はい、はい、取ってません。あ、これ9ピン持ってくると杉浦危ないですよね。9万がまだ今現物であって9万だけですからね。松本さんは現物あるんですよ。イーマン打つか、スーピンは中筋か。中筋のスーピン。危ないぞ。だんだん危なくなってきたね。次ね、勝又が、あ、どうするかな。スーピン打ってワンチャンスになるとローピン打たれるかもしれない。3万も、3万が先かな。3万の方が通りそうですか。ウーマンのワンチャンスですね、はい、はい。ただ自分でウーソを切ってるか、じゃあいかないんじゃないかな。ウーソー、そうか、ね、切ってますね。ウーソーがあればチンイツイーシャンテンでした。ローソー引きとかだとまたやる気になっちゃいますんで、うん、いやりますけどね。ただね、安全牌がこれないんですよね。なるほど。なんか強制的にこれまたチーマンの方が打ちやすいか。パーマンが3枚見え、うん、あれローマンが取ったのか、勝又がローマンを通した、うん、まあウーマン4枚消えてますからね、うん、勝又も、いや勝又現物あるんだよな。2万がありましたけどね。だからなんか言ってるように見せたいと思うんじゃないの。そっか、ノーチャンスか、ローマンは、うん、チャンスですね。キューピン当たり、はい、 C1 からか、 C1 打つかキューピン打つかですよ。まあパワー40目ですからね、はい、C1 の方が打ちやすいんじゃないですか。カンチーマンはワンチャンス、うん、チーマンですね、はい、次ですよ。
次は確かに危ないね、もう想像しかないし、想像1枚も取ってないんですよね、はい、同じワンチャンスならピンズ切りそう、うん、前田さんもいいシャンテンか、トーン1枚切りですもんね、トントンかな、トントン、はい、トントンです、リャンピンないぞ、杉浦ピンチ、ハクは大丈夫です、残り2回しなきゃいけないね、背景とかで手詰まりは最悪ですね、背景キューピン、はい、うん、まだ転破しない、ない、あ、大丈夫、セーフ、ね、セーフなんだけど背景が怖い、キューピン危ないね、はい、ただパーピンが残り1枚見えてないのも気持ち悪いですけどね、うん、前田転廃しない、さあ黒沢積もれるか、キューピンまであるぞ、あ、スーソー取った、よかったね、スーソーが通りました、今もゲームズだったか、大丈夫でしたね、ここは黒沢上がりたかったけど、黒沢残念ながら流局、キューピンは2枚ワンパイか、うん、さあ黒沢の1人転敗で流局連チャンとなります、まあ黒沢さんも今節でプラスマイナス0ぐらいに戻しておけばね、はい、全然上も見えますし、現状西川3位の西川 62.7 と 62.3 か、ね、はい、というボーダーです、やっぱ皆さんあの上位宅を狙いたいわけですよね、はい、4位まで入って、ね、はい、はい、やはりね中位宅からの決定戦っていうのはね、なかなかそうなんですよね、はい、今季は昨年に比べると、まあ、ボーダーはまだ低いですね、うん、昨年3位の前田がプラス 149.9 で決定戦に、はいはい、進出しております、ただまだね残り10、11、12って3回あるとどうなるか分かんないし、はい、最終節は特に直接対決になりますからね、そうですね、さあ昨年は1位が古川、2位が黒沢、3位が前田という3名が、ほう、誰でしたかね、そのここにおるわ、はい、久里さんに、はい、挑戦するも、はい、返り討ちに、ね、されてしまったというわけですよ、そうですね、もう残り3ヶ月ぐらいですからね、いや本当ですよ、はい、1月にはもうね、うん、決定戦始まりますから、久里さん3連覇となれば史上3人目、はい、はい、ぜひそこを目指して偉大なね、古川浩二プロと、はい、あとは安倍さんですね、安倍さん、はい、はい、安倍孝則プロもちょっと、はい、最近いろいろ話題になっておりますけれども、はい、偉大な先輩方に、はい、おい、3連覇はねものすごい記録ですから、うん、もっと敬いなさい君は、うん、分かってないよ、矢部さんと古川さんとても尊敬してます、尊敬してます、はい、そうですか、その3連覇したら、うん、かなり尊敬したいと思うんですけど、見直す、うん、その先にはね、前人未到の4度の包囲は1人しかいないですから、誰か知ってます、増水、あ、増水、はい、増水、はい、尊敬しなさいよ、はい、それ前原、はいはい、雄大増水が、はい、唯一4回包囲を取っております、はい、4連覇となれば久さん、ね、すごい記録ですよ、はい、さあというね、久さんの3連覇をまずは阻みたい、おトンが重なりますか、チート1連敗ですか、リャンマン短期、勝又リャンマンはねリーチに行かないということは、うん、まあそれほど自信はないんでしょうか、3万自分の目から3枚見えてます、勝又はね前節、はい、親番でしっかりリーチつもチートイツっていうね得意技を決めて、うん、浮きをものにしておりますが、今回はリーチはいかず、やはり黒沢の捨て合いが気になりますか、なりますね、まず高いし、純ちゃんパイしか切っていない、そしてこちらなんちゃの杉浦、ドラの初重なったぞ、
お、チーピン短期でリーチだ勝俣。これは今日もね、ウーピン自分目から4枚見えてるし、誰が持っているのっていう試合、はい、これチーピンなら行こうって決めてましたよね、はいはい、ノータイムで、はい、リーチに来ました。黒沢のね捨て牌はちょっと変則なんですけれども、ちゃんたを狙っていたということで、チーピンは1枚持っているんですが、二山です、はい、さすが勝俣、はい、このトーンは強いですね、勘介くんの。ああ、そうですね、はい、ションパイドラあるかなみたいな勝間さんの目からは、はい、さすぎるはチーピンを引いたらむしろ嬉しいですよ。バシバシきます。もう勝間は本当出上がりなんて一切考えてないですもん ね、まあ、リーズもチート率かなり、あの、ね、破壊力もありますからね、はいはい、サッさんもね結構チート率はリーチを定評ありますよね、はい、あの久々さんでも大体あの自敗 の短期で待たれていることが3頭立てで、はい、多いので、はい、またね久々さんとは違ったこう勝俣のチートイツっていうのが面白いですよ ね、はい、絶対これが山にあるだろうっていうことでリーチでかけることが多いです、はい、勝俣さんはね。実際チーピンは2枚ですよ。勝ち満が現物だけど、はい、ローワン引くといいペーコーですけどね。まあただ5万も中筋いるのはマンズですよね、うんうん、ここは現物の方を切っていきました。これ初ってあるんですか、1枚ありますか。ということは杉浦もまだまだチャンスはあります。ただね、カンウーピンがないので、まあ、初頼りという形にはなってしまいそうです。さあ追いつけるか。んー、ダメ、強いね、いい層も全く取ってないです、はい、もうこれで3社はドラドラ以上がね、はい、勘介君にあることを見えたんじゃないかと思うんですけど、なると勝俣は何なんだっていうふうにもなりますけどね。まあいろんなパターンがありますか。これはチーピン減らない、まあメンホンとかだとあんまり位置知ってこないことが多いんでね、はい、ちょっとピンズ高いんですけど、そうですね、はい、ただもう十分プレッシャーにはなりますよね、はい、このリーチは。あ、来た、来たぞ。 Q1 もいいんじゃないのこれ。リーチだ、これいいマッチっぽいですね。 1,2,3,4 手牌4枚。あ、2万の方だった。あ、でも1枚しかないですよ、6、9万。そうか、馬さん捨てはかなりよくは見えましたけどね。うん、さあ1対2です。チーピン2枚、短期が2枚、両面が1枚。で勝俣ね、このリャンマンの時にリャンマンいるんかいみたいな感じでしたけど、ちょっと不穏な空気がしています勝俣。まあ黒沢さんにね、かなりその時マンズ高かったからね、はい、勝俣さんすれば本当狙い通りのパイ持ってきたと思ったんですけど、いいピン、まあね言っても短期待ちですから。形式転破か、はい、いいピンポンして6万で、6万は勘介君に取ってないです、ね、しかも勘介君はもうドラドラ以上ね多分考えてると思うから、はい、ちょっとポンテンは入れづらいです ね形式転破で。うー、1万まだあるぞ、6万もある、チーピンもある。あ、うわー、熱うー、サイドいいシャンテンです。EP はないですね。ただもしペイが出た時にポンして形式テンパ、はい、形式テンパじゃないけどポンテンパ取れるかどうか、はい、どっちもあるぞ。いた、9万の方がいた。リズム入って、ハイテードラドラ2000、4000、2100、4100。いやー、これ勝俣後から見返したら怒りますよC ピンが2枚ワンパイだったなんて。そうだね、ワンパイだ、はい、ワンパイでした。さあトンの4局、杉浦の絵番です。ドラはまたしても初、
ちょっと恥が多いかな。国士もあるかな。あ、九州あるかもしれないね。ありそうな手つきをしてますね。1,2,3,4 ありますね。はい。親だから流しますか。おっと、こんなタイミングで山がこぼれましたが、どうせ九死九敗だとなるのかならないのか。まあやるかもしれないですからね、国士無双。マンガ上がって3,9,3、まあ、はい、だいたいあれじゃないですか。九死九敗で流しそうですね。これせっかく山田が来たのに杉浦ちょっと申し訳なさそうですね。さあ、これは山田が直したのを確認しての九死九敗です。勝俣の手、はい、そして前田、黒沢、なんか皆さんそんなにいい選手はいませんでしたね。はい、はい、例えばあれが勘介君が3000点ぐらいしかなかったら、はい、やりますよね。すごい極端なこと言いますね。はいはい、持ち点が3000点ってことですよね。はいはいはい、一発でね、一発逆転ですからね。さあ、杉浦連ちゃんです。と4曲、1本はドラはチュン。今度はピンフ系です。はい。またメンツなし。手が悪い。まあ、チートイツかな。またですか。はい、またチートイツばっかりね、やりたくないですよ。本当は多分やりたくないかね。やりたくないと思いますよ。そんなに好きじゃないって言ってましたもん、チートイツ。あ、そうなの。はい、仕方なくやってるみたいな、うん、でもこの公式ルールは結構武器になりますよね。いやー、そうですね。統一、うん、チートイツ、はい、一気通貫三色、うん、リャンハン、そうですね、リャンハン、はい。もうチートイでしょうがないですね。はい、しょうがないんです。ドラきた。あ、これはでもやりやすくなりましたね、はい、だいぶ。ドラのチューンは杉浦に1枚、勝俣に1枚です。さあ、勝俣今回はドラドラチートになりそう、うん、ドラドラチートは、はい、ドラ内蔵の方がいいか、うん、ドラ待ちがいいか、どっち派ですか。さすがにドラ内蔵の方がいいかなと思うんですけど、うん、選べるからね、いろいろ。絶対跳ね回欲しいときはもうね、ドラ短期の方がいいですよね、はい、なんか。久さんはどっちもいいですか。僕はドラ待ちの方がいいですね。ドラ待ちの方がいいですか、はい、簡単で迷いがないので。やっぱりね、ね、Mリーグとかその一発裏ドラがあるルールだと、うん、こうドラを切ってのこう違う短期とかもあるじゃないですか。はい、ありますね。でもやっぱ公式ルールだとなかなかね、うんうん、そういった選択っていうのはないんで、ドラに、うん、頼るというか、はいはい、ドラ待ちになることがもうほとんどだと思います。来たぞ。お、さあ、ここからがパーピア残すんでしょうね。残しそうだね。残すか、解説久渡だしなみたいなので、自敗3枚残すか。おお、まあ、パーピンがね、うん、杉浦だけかなっていう感じですか、うんうん、他の2人はピンズの上持ってる可能性があると。実際パーピン全山だった。ちょっとね、迷いましたけどね。うん、で白がなくて手はある。チュンもありますよ。パーピンだけは やめてくれ。親番の杉浦も、うん、ここはパーピン来たー。いや、ない方に受けちゃった。ただ親のゲームズなんですよね。そうですよね。あ、ない、ごめんなさい、これない方だけど、
これ黒沢白白だ、うん、本当だ、次の一手で間違いなく、ああ これ、ね、あこれ白だ、取られた、ね、3色だもんね、はい、うまい、うーん、勝又これ親の現物にね合わせて、うん、山にはありませんでしたが白短期捉えました。チートイツドラドラ6400は6700、いや、トンバは勝又のチートイツが、うん、あのやっぱりね、親の現物だと、はい、親からリーチ入ってきた時とかね、結構切られやすいんですよね、はい、時間かかったとしても、そうですね、うん、今黒沢も途中で白が重なったんですけど、はい、親の現物だから1枚残していたっていうところもありますからね、多分当たると思わなかったと思いますね、はい、そうですよね、はい、さあ勝又今の上がりで原点復帰、そして親番です、ドラはいいそう、単品系のハイパイか、メンツはない、さあ前田ドラ統一白統一仕掛けますね、うん、そして6400補充してしまった黒沢ハイパイはあまり良くない、杉浦第一つもでドラですがメンツはありません、さあここは前田の欲しい白がどこに行くか、うん、もういろいろ逃さないようにですね、うん、目いっぱいです、はい、トンはもうかなり強気ですね、はい、杉浦はちゃんと狙いか、さあ換算数を引いて理想的、はい、これでね、パーピン9ピン面前でリーチまで行きたい、うん、差は一メンツですが、やはり勝又の方が速度がありそう、いいじゃないですか、ね、順調です、二差しもありますよ、二差しありますね、はい、二差しありますね、2ピン3ピン引くと、はい、チームアウトじゃないかな、そうですね、はい、佐々さん、ちなみにこれウッパースを引いた時は、はい、6球までリーチの方がいいですか、それでいいんじゃないですか、うん、シンプルに自然に、はい、自然に、はい、あ、これでこれは、はい、これはチーマンじゃないか、はい、うん、これは久さんでもさすがに、ね、打点上昇率がだいぶ違いますもんね、うん、でまた3色ができてますもんね、はいはい、確定と見てもいい、さ3品の行方が気になります、山に1枚だけか、うん、でもどうせ9番がつまんないからね、9番つまんないです、はい、3品がもう、うん、とっても嬉しい、ダマ点でも1枚セット、はい、久さん今まず788だったじゃないですか、はい、677とかだったらどうなんですか、あ、それは面単品です、はい、僕の場合はとなると2ピン切りになると、はいはい、そのぐらいのバランスですね、久、はい、さんは人によりますよね、それでも3色狙う選手は結構いると思います、ね、僕やっぱり上がりの方が重要かなと思っちゃうんで、うん、親番の連チャンを1番に考えてますもんね、久さんは知ってるんですよ、はい、はい、単野を3色で黙点数になったらメンタルピンツもで点数一緒でしょっていう感じ、確かに、はい、むしろ100点多いかな、数も入れてますからね、だいたい多いです、そうそうそう、さあドラドラの前田が仕掛けていく、白をポンしていいシャンテン、形も悪くないぞ、あ、しごろが見えてきましたね、ドラいいそうなんで初から切りますか、そうですね、一旦初を切ってなんか考えてるぞ、前田さん2巡目の3層切り気持ちいいですね、うん、だからドラちょっとまだ切りづらい、はい、次浦もいいシャンテンなんですが、ドラが浮いている形です、2層3層引けばローワンチーワンになりそうですもんね、順ちゃん3色狙って、チーピンはつも切りたいはずなんですが、つも切りますね、先にローワンチーワン打っちゃうかっても考えたかもしれないですね、ドラどうせ打たないから、はい、さあテンパイはシャンポン、シャンポンです、うん、チーピン 2枚目切れになっちゃいました、はい、さあこれは黒沢がピンチ、3層引いてローマン切り、うん、いや勝又テンパイしない、もうそろそろポンテンも考えるか、前田に仕掛けが入っているぞ、やっぱりでも勝又親マンクラスが見える手配ですから、うん、どのあたりでポンテンを取るのかっていうのは難しいですよね、まあ、仕掛けが入ってると、はい、少し変わりますよね、うん、絶対面前っていう感じじゃないと思いますけどね、
ドラも自分にないわけですからね。どうですか久さん、次こう泣ける牌が出た時はこの辺り、この順目あたりは泣きでいいんじゃないですかね。泣きでいいですか。あ、これはポンテン取れない形ですが、両面両面に受けました。今のも難しい選択でしたが、やっぱ237の人が白一泣き、はい、はいはいはい、打点はまあドラドラ以上あるかなって普通考えますもんね、やっぱね。でこんだけ伸びてないし、あ、黒沢ね、うん、もうドラ打たない選択で来ましたよ。黒沢は落ち着いて、あ、三ピンだ、これはチーテンかな、ウーピンが通るから、はい、はい、さあ勝又ウッパーソマチ、これで一気に追いついて追い越したか。まだ止まってるね、もう振っちゃいますね、はい、うん、ここは勝又の上がり、単野を三色2900、うん、いい上がりですね。うん、いや、前田もチャンスでしたが、ここは勝又の上がりとなりました。何の一曲一本ば、勝又連チャンです。ドローは数ピン、うん、いいんじゃないですか。5万アンコ、中央統一、ランピン統一、7、8、9想像できてますね。うん、また連チャンできそうなハイパイ、また縦の形もありそうなんで、うん、さあ前田は一転して苦しいぞ。黒沢もメンツなし、あれちょっと楽しみなハイパイですね。杉浦ちゃんとアイペーコ、はい、本一、そうね、ドラを引いてきました勝又。ちゃんとは仕掛けても安いから本一行きたいですかね。本一トイトイとかまでね、はい、ありますから、ここはチャンスですよ杉浦、うん、ドラが数ピンなので3ピンは残すか。いや勝つといいですね、いいシャンテン、縦もあるし横もあるし、縦横両方いいシャンテン、3ピン引きが一番嬉しいんでしょうけど、うん、ドラの数ピンもチートイツドラドラの天敗ですからね。さあ勝又右端に急走をしているぞ。もう一個アンコになると積もり数アンコとかも見えてきますね、うん、うん、杉浦有効牌を引かない、初は一枚目は泣いてない、泣いてない、そうそう、これはいらない。前田さんは国士も見えてる、あ、見てないかも、見ませんでしたね、はい、黒沢さんもこんな愚形じゃね手広げたくないですもんね。単野でもないし、いや、つもは全く効かない。やはり勝又が先手を取りそう。パーマンですか、スーピンを切ると一番手広いんですが、そういうわけにはいかないか。つも切りでどうでしょう。つも切りもありますね、 C1 もあるけど。失礼しました、ここはドラを打って目いっぱい。パーマンもね、縦にもいいっていうことか、うん、まあ、6球は抜けが強いってことじゃないですか、単純にね。捨て合い見てもらえば分かる通り、はい、ようやく有効牌が来ましたが、もう矢からドラ切りが来ています。 3P の方が持ちやすいか、うん、親のね対応と、はい、あとまあドラ自分で持ってきた時のこと。おお、スーソースーソー、あ、初2枚泣かなかったんだ。ああ、そうですね、前田から打たれてもう泣きませんでしたね。ということは、まあ、ちゃんたいペーコーが、そうですね、もう高打点だけなんですね、うん、
ヤンマン。さあ勝間の時間がかかります。なんか前田さんの切り方もね、なん、うん、2枚目なんですけどちょっと怖い感じしますね、はい、手がまとまってきてそうな切り方、手がバラバラなだけにちょっと、はい、相手にエラーしてもらえないかなみたいな切り方な感じがしますけどね。いきません。白眼子ですがようやく一メンツ、手から自敗が出てくる。ダマ点検もあんのかもしれないな、勝間さんね。これは初がないのが厳しいぞ。来た、うん、リーチに行く。さあ勝間田の町は6球層です。高めの球層は山に2枚ある。あ、ここで球層だ。出ません。うん、川助君もチャンスだったけど、うん、両方仕掛けなかったですからね。そうですね。さあこれはどうやら勝又の相撲上がりか一人転敗が濃厚になってまいりました。とても追いつけそうな選手がいない。三山、三山ですかね。9走1のローソーが2、はい、ウーワンは、ウーワンある、んある、リーズもリンシャン、イペコいいですね。あー、9層がなくなった。クロサチートイツのいいシャンテンだが5番右に置いてますかね。はい、スムーズに噛んできるんですね。はい、はい、大事なことです。大事ですね。スソ現物、チュンも現物、チュンは3枚入れか。お、イーシャンテになった。次の形だが9万は通っていないし、白はションパイだし、まあ、3ピンが3ピンが切りやすいですね。いやでも念には念を入れて、切ってもね、テンパイで9万か白を切るのかと。そうそうそう、前に行くときに何種類切らなきゃいけないかってことが大事ですね。はい、はい、危険牌よ。黒沢さんもチートイツイシャンテか。そうですね、チートイツイシャンテ。あれ6球層なくなっちゃいましたよ。勝又のところだけに来ず、まあ一人転敗でも、うん、さあどうやら黒沢が転敗できるかどうか。転敗した。チーソスジ、リャンマンも、リャンマンは3枚切れか、上がりを取りに行くならリャンマン切りですが、3万ワンチャンス。リャンマンは、うん、取ってはないですからね。手役はパーピン4枚切れてるから、まあ、8絡みの3色がない、はい、ドラが早い、うん、チーソーで当たって高いケースは何ですか。チーソーは逃げておかしくないですけどね。はい、はい、黒沢転敗しました。スピン、さあ最後の角は安全牌を希望したい黒沢。これは現物ですね。もうノーチャンスになったか。うん、うん、3枚切りですね。3万も3枚見えていました。テンパイ取るとも大きいね。はい、
前田が敗定です。かつまた黒沢の2人転敗で流局。黒沢もリーチを受けていい粘りでした。はい、今日はね、黒沢のこう守備が1回戦はね目立ちますね、うん、トーンを打たなかったとことか。試合前餃子と寿司食ってましたけどすごい組み合わせだなと思って。すごいですね、もう、はい、もりもりに食ってるじゃないですか。すごいわと思う。はい、黒沢大体ねお寿司か餃子かうなぎの3分の1を食べてますけど、ね、なんか試合前食べない人結構多いですもんね。はい、黒沢さんは途中で食べますからね。はい、はい、それもすごいです。はい、あと今野さんも途中で、はい、おにぎり、はい、僕やっぱ終わった後のはいいな、なんかいろいろホッとして食べたいっていう感じがしますね。お腹空かないですよね対局中。空きます？いや、あの試合の最中考えてることありますよ。あの例えばリーチかけて待ってる間とか、はい、あお腹空いたなって考えるとあんだけどでも、はい、なんか試合前に食べる気はしないですね。あ、まあ終わって、はい、こうゆっくり食べたいですよね、はい、さあ南極は日本バドラはチーマンです。黒沢ひとめんつ吐く一枚切れだけど、ちょっと仕掛けたいね、これ。ペン酸素残ってるんで。うん、重たいですもんね。はい、松またドラが一枚。いや、前田もハイパイ、ああ、手配は苦しい。黒沢ドラ1ですから、こうシャンポン系にして、本当はリーチに行きたいんですが、うん、2枚目の吐くが出たらどうするか。もう泣く人が、多数なんだけど、まあ、黒沢さんどう考えてるかね。はい、延べたんの形もありますからね、うん、泣いてできそうですけど。でもね、前節終わった時に私は本当に、前節じゃなかったかな、ちょっと前終わった時に、うん、やっぱり泣くとどうしてもなぜかうまくいかないことが多いというふうに、うん、悪いイメージ持ってるとやっぱ泣きづらいだろうね。なんかやっぱ泣く回数が少ないからね、悪い方に出た時の印象が強いんでしょうね、はいはいはい、いいあんまりいい結果が、うんうん、これでペン酸素払うか、イーソーから打つかな、酸素いたら、ああ、うん、ここは酸素の方がダイレクトでよしっていうことか、うん、とは親の親に切りやすいイーソーリアンソー、はい、さあ勝又官房ピンを引いてイーシャンテン、イーシャンテン、来た来たけどリーチなのかな、面白いですねペンサーさんね。お、取って闇テン、じゃあポンテンかな、ポン、うん、間違いですか、白ポンしてね。勝又はタッチ選択ですが、ドラがチーマンですからね、これはパーピンつむぎりになるか、うん、黒沢さんには3ピン現物ですか、うん、 OB いいところは引きましたけれども、ようやく一目のツーです。前田、うん、トラ受けを嫌ってる、はい、あんまり上がりに感触ないという感じでしょうね、うん、これは天敗取らずか、三色外すかな、いいそうか、あーこれが黒沢外していく、これはいいんじゃないですかね。久さんはやっぱペン三層で即リーチですかの時もあるし、時もある、はい、ちょっと最初の白のとこ見落としちゃったけど、それ泣いてたかもしれないですね。これも一回持ちたいですね、ドラ引きに備えて、うん、パーマンがもう見えちゃってるのか、一応ここはリアンスを切り、ギャンピン引いてさらに手広くなる、トラカサナにも嬉しいし、パーマン引きもタメンちゃんですね、はい、
転敗しない。白は仕掛けずです。仕掛けず、はい、はい、こうなったら面前で三色かドラドラでリーチに行きたい。違う、シーソー2枚切れ。シーソー2枚切れか、ちょっとね厳しいですけど、まあ、金介くんもいいじゃんってんですね。はい、お前田さんチートイツなんかいい感じですね。ダメだ、転敗しない。転敗しない。ダメだ。スチーピンちょっと嫌がってますか。やめてるかな。まあ切るならスーピンですか。3ピン自分で切ってるからね。ああ、ここは3色編み切ってちょっと受け気味でしょうか。来たぞ。ああこれは天敗ではないが形は良くなります。いいですね。いや、まあ勝俣に対してマンズがちょっと嫌ですね。ハクハクで降りるか。となると勝俣がまた一人転敗十分あるぞ。まずの2位、2から8まで、2から8まで。ヤンマン取った、ヤンマン取りましたね。合わせていく。撤廃しない。もう軽縮テンパ入れたですね。カースケ君もね、いいスピン。うわ、撤廃しない。タイヤもつきました。最後の最後で、はい、テンパですね。前田さん、あ、本当だ、チーピン短期。勝間さん3万貫もあるかもしれないね。うん、もうツモ番なくなって脳天は貫ですよね、はい、うん、ここまで頑張ってればようやく、ようやく感じそうかな。杉浦の運転だ。もう一回いつも回ります。さあ勝俣、ダメ、あ、いらない。次は勘ですね。勘ですね。じゃあ、うん、前田さんのリャンピンがやっぱりリャンマンザーでリャンピンもちょっと強く見えるから、はい、うん、回転回したくないもん。それもありますよね。しかしこれ転敗での難しいよな。あ、まあまあ簡単ですね。はいはい、そのリャンパー引いた時のね、もし、ああ、はい、そうですよね。はい、はい、いや勝俣転敗しませんでした。前田の一人転敗。一人転敗というのは結構ね、大きいんですよね。大きいです。はい、打点がなかなか作りづらいルールですから。はい、3000点もらえるわけですからね。ひさつさんの平均打点より高い。どんだけ低く見積もっとんねん。3000点ってことはないんじゃないの、多分。それはないですか、さすがに。はい、失礼しました。いや、ちょっと分かんないな。調べてみないと何とも言えないけど。最近ね、久さんリーグ戦出てないんで、ここ2年。あ、はい、なかなかね、そういうデータも集まらないんですよ。さあ、前田のハイパイが 何やら良さそうですよ、これ。単品系。ドラがチーピン、チーピン1枚ですね。はい、あ、いいですね。いいですね。はい、字から打ちますか。何からか。はい、さあ、そして黒沢。
ゴツゴツしてますね。マンズが多い、はい、あ、杉浦も悪くないですよ。単品3色まで見える、負ければね。勝俣は一メンツですが、自敗がバラバラっと。で仕掛けていくこともあるか杉浦。あ、いいね、いいくっつきです、ね、はい、さあドラ引きです。黒沢特技ですか。特技、はい、はい、特技なんですけど、いいのか悪いのかですね。マンズの一色いきたかったとは思うんですが、一応前進はしました。ブクブクなら初ですけど、はい、親の現物が初ですけどね。どうしましょうか。ハーピンとか、うん、はい、前田もシートイツも若干がやっこ髪切っていく、はい、さあ黒沢はいいシャンテンです。もう一回特技 を、ね、特技を発動して、ね、はい、あの貫禄ピンのとこを解消したいですね。ちゃんとにして、マンズでもう一面つを、うん、どうせ貫禄ピンじゃねえリッチいけ、ね、ないと思うんで、いけないですね、はい、9ピンが入ると、まあウーピンかな、ウーピンかイーペイコありますもんね、マンズね、変化が、はい、ちょっと3万とか打ちづらいですけどね、2枚見えか。うわー、それがあったか、スーソーピンズのドラターツはやっぱりちょっと切りづらいか、はい、ローピンも痛いということですね。あとはマンズでもう一面ということで、はい、さあ白ペイが統一になりますか。つまたうまく自敗を残して、ウーピン、これで、これもね、はいはい、さあ杉浦も3色崩れましたが、まあ、ローピンパーピンかな、初のポンテンに備えて3色、まあドラ受けか、ドラ受け嫌っていく、はい、まあ78球は少し残したような感じありますね、はい、またレアンシャンテン、あ、来ましたよ、ゴロチの3色がある。チーソーから打つか、うん、スーピンから打つ。ソーズの上目がちょっと持っていやすそう、うん、おー、来ましたよ、リャンマン、リャンマンでしょうね、リーチに行く黒沢、はい、いやー、これは難しい ね、手順を見事捉えましたね。リャンマンもそれほど悪くはないぞ、切れてはいるけど、ソーズ払いがうまくいくか、前田さんもある程度いきたいな。そうですね、チーソーは9層の筋です、はい、さあレオンはいるか、どうですか枚数は。手に3枚かね、今1枚来たんで、捨て合いに5万が2枚、リャンマン1枚と馬1枚、2枚です。3枚あったんですが、杉浦が1枚持ってきました、はい、さあ勝又、勝又はもう降りているが、うん、来ましたよ前田、こっちあるぞ、チーソー筋打ってで、いいシャンテン、ウーピンはありますよ、2枚あるんじゃないですか。ウーピンいたらダマテンだな、引いたらダマテンでしょうね、現物待ち。イースワン引いた時はリーチになるかな、うん、4万だと単品つきますけどね、それでも闇点もありそうですね、まあでもリーチかな、
人リーチいるからね、はい、ウーマンヘッダーあと1枚だけになってしまった。勘介君は展望あるんで、はい、あまり無理しないということですね。筋の3走も切らず、さあ前田が超大物でいいシャンペン、黒沢リーチ、菅山には1枚だけ。ウーピンは勝又に入りました。うーん、これリャンパマン全部通ってないです。おっと、お前だ、ウーピン怖い。ペイも嫌だったんですね、ションパイか。へえ、まあ順目との兼ね合いでしょうね。う、押していかなきゃいけない辺がきつすぎるってことですね。まだこれでも残り30あるから、はい、粘れる可能性もあるしね。はい、ただマンズは何も取っていない、うん、ピンズダーツもね、チーピンドラだし切っていけないしな。そうですね、ベタ折りなら想像あるが、これでベタ折りですね。ベタそうですね、チーソーかな、はい、そうそう、チーソーとでいけそうです。さあ黒沢背景がありますからね、うん、まだリャンマンが1枚残っている。引いた、あらさい、黒沢の上がりです。リーチツモピンフドラ1300、2600は1600、2900、ソーズのカンチャンバレーが、いやうまかったですね。あれ難しいですよ、ね、ウーピン切っちゃって全然おかしくないと思うんですよね、はい、ウーピン切ってもこの上がりないし、はい、3万とか切ってもこの上がりはない、はい、さあ黒沢、しかも今ね本場と供託もあったんで一気に、俺はもうトップも見えるところまで行きましたね。3万4000点持ち。そして前田が一人沈み、ね、前田はちょっとね尻上がりの選手なんですよ。1回戦であんまり良くないんだ。1回戦ね、あんまりねいい結果見たことないです、前田は。で反対に黒沢1回戦はね強いです。今季の前田はもう大体こんな感じで始まってしっかり浮いてくると浮いてくるんですよ、その辺りはねもう何回も見てますから、うん、さあ南三局ドラはローピンです。親番黒沢、うん、そこまでハイパイがいい選手はいないか。こいつが多いね。杉浦もドラはありますがメンツはない、はい、まあ、チーピンから切って愚形なんですけど他はね、はい、まあ、一応ピンフの一番作りに向いては理想的な切りかなって感じがしますよね、はい、うん、統一に行きます。ヤンマン切り、ソーズの一気通貫か。そうですね、はい、ソーズの一気通貫、さあカンウーマン引き入れました。まだまだ時間はかかりそう。ピンズで一メンツ、勝又シャーチャーですからね。シャー重なって2枚目が出た時に仕掛けていくか、うん、出そうですよ。まだ出ない。お、パーソーがあんこにありました。イーシャンテンです。杉浦勝又も一メンツできます。さあここに来て手が伸びてくるぞ。前田も一メンツ完成。そしておそらくシャアはポンですよ。チートツイーシャンテンか。シャア狙うか。
泣く気がないんだったらチートですよね。日頃の3色もありましたからね、うん、ちょっと迷いそうなところでしたが、カンスケ、はい、引いたポンテンの形、ポンテン、カンスケ、カンスケがもうドラがローピンじゃなかったら本日行きたかったんですか。あ、ドラメンツできてますからね、うん、起きたリーチ、怖すぎ、裏先制リーチです。待ちは地層、いやー、ツモがバンバン効きました ね、 ね、はい、地層手配に3枚です。黒沢さんはシャーギーになるのかな、なるんじゃないですか、立つかシャーですよ、シャーはしないか、仕掛けます、現物待ちで勝又が追いついた、キューピン3枚切れですけどね。ちょっと、あ、でも一番右にキューピンがセッティングされている、あ、勝又の上がり、シャーで1000点、前田さんもね、休みだからね、はい、うん、はい、まあ、休みです、打ってよしってとこもあったんじゃないですか。あのなんか切り方のスピード見てるとね、はい、それもいいかなって、勘介君に例えば高いのを積もられたりするよりは、そうですね、リーチは打点わからないですけどね、はい、勝又は二泣きですし、キューピンならまあ安いだろうと、はい、1回戦オーラス杉浦のエヴァンとなります。ドラは9万、さあ前田は一人沈みで、これは結構一人沈みになりそうな点数状況なんですよね、うん、ハイパイは悪くない。黒沢はヤクヤクといつ上がればトップです。白仕掛けずペー1枚出てます。白仕掛けずですか、重たいですね本当に。先手あればトップですけどね、トップです。あ、これで余裕でポンしちゃいそう、うん、本日見てるの、少し見てるね、パーピング越してるから、はい、黒沢は自敗は1枚ずつ場に打たれている、うん、前田さんもチャンタのイーシャンテンですね。チャンタのイーシャンテン、はい、パーピン重ねましたね黒沢は、おいつか。さあ勘介くんはピンフのイーシャンテンです。はい、ここはシンプルに、打っていく、うん、勝俣ですね、一メンツありますが、来た、うんと、まあ、ただリーチ打ってもってところなんですね。リーチちゃんとは全員出上がりは、あ、出上がりがあるか、はい、そうかそうか、確かにね、パーピンこれ順からですよ。ただまあ出ないとは限らないですからね、はい、出ないとは限らない、うん、ローピン現物じゃないですか、はい、6-4見えだったら、なるほど、黒沢がねこれ8を打つかもしれない、うん、全く飲む筋しかないぞ、ペーペーハクハクですね。勘介君だとあんま打ちたくないんじゃないですか、ローピンになるかな、ローピンか9、まあローピンか現物なだけ、戦うかもしれないけど、あ、戦った、おお、目いっぱいだ、はい、そっかそっか、もうただのね、ちっちゃいトップじゃ我慢できないとこだもんね、戦える時はやっぱ戦うって感じかな、そういうことですね、うん、これも結構行きづらいけどな、数万も切りづらい、いや行きますね杉浦、いいですね、はい、ファイティング杉浦、さあこれパーティングがないんで若干ね、チーピンも切りやすくなりましたが、スーピンが通りました。これも無筋だ。一旦チーピンからいくか。チーピンもね、ちょっとね。現物はローピンだけどね。強い。強くいく。これは強いね。ピンズ打ちそうですね。ローピン打ちそうだもんね。そうですね。通りましたよ。
オーピンは現物だが、キューピンは筋。キューピンですか？チーピンっていう手もあるけど。あるね。イーペイコーが残るんで。はい。この曲は相当まっすぐ行くんだね、川助君は。となるとね、前田順からですから、これはピンチ。杉浦、ウッパーピンがないな、これ。ピン1枚か。7番は、ドラは9番。パーマンギリリーチ。ありますよね、ペンチーマンとかは、ね、スムーズにテンパイ入んないと、はい、まあ、こういう牌でもやっぱり行きたくないよな。回った、うん、3走。ただまだまだテンパイは、でも回っちゃうとな、これ連走とか中途半端に行けないですよね。キューピンが現物、9話が見えてないもんね。ドラドラの愚形とかも全然想定できるからな、ね、はい、黒沢現物が今のところ嘘、うん、まあ、ただピン白白、勝間さんと黒沢さんとの点差も近いからね、はい、多分自分が脳天でどっちか転敗だったらトップ逆転、まあ、ただまあ ね、順位点大したことないからな。でもね、これ3着と1着だと7ポイントまあまああるんですよね。それはあるね、はい、はい、だからね、転敗取りたいけど補充するわけにはいかないという難しい局面。ドラが通る。ただやっぱみんなね、なかなか打てないわけですよ、前田さんのリーチには、はい、うん、打ったら大体原点沈みますもん ね、このリーチが。リーチのみってことはないでしょうからね、はい、さあ3ピンいくか、ピンズいくか、上の9ピンか、一旦9ピンか、まあ、3ピンも筋ですからね、うん、6キロ振り手、通りましたね、うん、9は現物だったからな、うん、ただまあ黒沢さんもなかなか合わせては来ない。白まず打つかな、ローピン、そうか、ウーピン、はい、ウーピンの壁か、ウーピン4枚見えてるからね、うん、初はションパイ、完全にやめましたね、はい、天杯取りたいところですが、ここはローマン統一落とし。どうやら前田の一人天杯なのか。まあそうなりそうですね。なんか7万だって打てないもんな。はい。なるとこのまま杉浦がトップになりますよ。はい。ローピンをもう一回打つでしょ。その後あるかな。杉浦ですか。はい。ローピンもう一回打つとね。ローピンもう一回打つと。あ、ただどうだ。チーピンなのかな、そうなったら。いや、最後。いやいや。パーピンでもおかしくないですよ。両方筋で、うん、キューピンまだ3枚しか見てないか、はい、お、どうなのかな。だってカンパーピンはダブルワンチャンスですもんね。チーピン3枚キューピン3枚見えてて、シャンポン警戒するかペンちゃん警戒するかっていうことなんで、チーピン3ピンっていうのもあるけど、あ、トーンは大丈夫か、大丈夫です。
杉浦今日は大丈夫ですよ、ね、なんだかんだで聞いてきますから、ね、うん、はい、ということで前田の一人転敗で流局となりました。1回戦はトップから杉浦、黒沢、勝又、前田と、はい、以上の並びで1回戦が終了しております。引き続き2回戦です。